先週、静岡県東伊豆町の動物園で、生まれたばかりのホワイトタイガーの赤ちゃん。3頭同じ日に生まれました。体長30センチほどの小さな体で、コロコロと転がります。体重を測るときにも、もぞもぞと落ち着かない様子で、何度も体重計の上に乗せ直しますが、すぐに外に出てしまっていました。大きくなると、ちょっぴり怖い雰囲気もありますが、赤ちゃんはまだ小さく、この日の体重は 1.5 キロほどだったということです。